はいどうも、パロプンテサブチャンネルの僕ですということでですね、今回サブチャンネルですね、横浜 F マイナスを考える22年序盤編ということで、まあ、開幕1ヶ月振り返りですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあ、実はですね、このシリーズがですね、全く進んでいないということで、僕の仕事が6連勤という、なかなかこれ、厳しい事情がありましてですね、なかなかね、動画の編集とか、収録が進んでおりませんので、ちょっとこれ、1試合ですね、ちょっと予定していたよりも、進んでしまっているんですけれども、このね、仕事を言い訳にですね、遅れてきたこと、すごいちょっと申し訳ないんですけれども、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まずこちらからやっていきましょう。現在、横浜 F マリノスですね、勝ち点12で2位、3月26日現在って書いてるんですけど、この表を作ったのが実は3月26日で、結構前なんですね。自分の中ではもっと早く動画収録編集できた予定ではね、あったんですけども、蓋を開けてみると、これがリアル生活の方がですね、本当に忙しくてですね、なかなか遅れてしまっているんですけど、これにプラスですね、左に出しているこの試合結果はですね、まあ、タイトス0-0まで書いてるんですけど、これにプラスして昨日ですね、ちょうど昨日 FC 東京戦がありました。まあ、そこを2対1で勝利をしているんですけど、まあ、しかしまあこの標的にはですね、3月26日現在ということで、そこご了承ください中話になってきますけれども、まあどうですかね、横浜 F マイナスのサポーターの方々からして、今年というのは結構もやっとしているのか、それともいやよくやってるよっていう感じなのか、どっちなんだと僕は思っていて、ただ去年から言ってますけど、僕はこの浦和レッズのサポーターであるんですけど、マイナスのサッカーも大好きでございまして、多分 J リーグで一番スピーディーで海外に近いようなサッカー、まあ本当海外と、これ多分海外のサッカーファンの方怒ってくるようなことになってくるんですけれども、多分まあ、海外のサッカーのこのスピードテンポに一番近いのは僕はマイナスと思っているんで、見ていて正直一番楽しいチームではねあるんですけれども、そのマイナスでございますが、まあここまで本当勝ち点12で2位、まあ正しく勝ち点15ではあるんですけれどもね、ちゅう話でございますが、まあ柏レイソル戦ですね、あそこでちょっと退場者多く出してしまったんで、まあ、1対3で敗れてはしまっていますが、フロンターレにも勝っていますし、まあ、ヴィッセル神戸清水にも、2対0、2対0で勝利しています。この後ですね、この後の札幌戦に関しては、まあ、試合終了間際ですね、サネト選手のスーパーゴールで、まあ、追いついたゲームであるんで、まあ、これしっかり、ね、得失点差稼ぎつつも、まあ、しかししぶとく同点に追いつくこともできているということで、これはやっぱマイナス今後ですね、守備のとこ、これ見てわかる通りですね、まあ、やっぱりマイナスって破壊力のある攻撃っていうイメージであるんですけど、守備の方が徐々に良くなってきていて、まあ、開幕3試合ですね、開幕3試合で4の7失点か、7失点しているんですけど、その後の4試合でまあ1点しか、ね、取られていないというので、も守備のところの向上はすでにもできている、まあ、センターバックのところ、最近角田選手が入ってますけれどもね、もともと多分浦和レッズユース出身で、相当期待がされている選手でございます。まあ、昨年なかなか出場機会は少なかったんですけど、今年こういうマイナスセンターバック事情もあってですね、今後伸びてくる可能性が十分ある、ちょっと楽しみな選手だなと改めて感じましたけれども、というのが横浜 F マイナスの1ヶ月でございますけれどもね、はい。そしてこちら、じゃあもうちょっと具体的に見ていきましょうっていう話でございまして、まあでまあ、マイナスの1ヶ月って書いてるんですけど、本当評価が難しい1ヶ月というか、多分今年の J リーグってどこのチームもそうですけども、なんか評価難しいよねっていう、まあ、フロンターレもそうなんですけどもね、こう、まあ、完全に今年の J リーグ主役だぜっていうチームがないんで、まあ、マイナスに限らずですけどもね、なかなかに評価の難しい1ヶ月ではあるんですけど、まあさっき言った通りですね、守備のところの向上が相当に見られていますし、まあ、昨日の試合というか FC 東京戦もそうですけれども、本当左で作って右で崩す、まあ、右の宮市がしっかりこれ高い位置取って、そこからまあクロスまで持っていたとか、そういうシーンもありましたし、まあ、しかしまあそこから、ね、後半入った水沼選手ですね、水沼選手がもう一発で回答、ね、この自分を使ってくれてありがとうというクロスを出してアンデルソン・ロペスが決めたんでね、まあ、そこら辺 の、 まあこのいい争いもできていると思います。この、ね、選手層の厚さというのが本当に、ね、高いレベルにあるんでね、これは、マイナスの選手の中でも相当ギラギラやり合ってんじゃないかっていうのでもちろんあるんですけど、まあ、ここからマイナスが上がっていくのは正直間違いないと思っていて、フロンターレは多分今年、ね、まあ、不安定な1年になるかな。なんかこう、こうなんていうんですか、試合のペースとかっていうか、もうこのシーズンですね、1年間のペース、試合のペースをつかみつつあるのかなっていう感じがするんですけども、しかしまあこの間、ね、中断明け一発目セレッソ大阪に敗れているんでね、しかも大敗喫して
ているんで、まあ、このシーズンの波に乗りつつあるのはマリノスの方かと僕は思っているんで、まあ、マリノス1ヶ月で書いてますけど、このチーム絶対間違いなく今後上がっていくと間違いないんで、ストップザ川崎というよりもこのマリノスをどうやって止めるかというか、マリノスがどんだけ安定して勝ち続けることができるかってところにはなってきますが、まあ、安定して勝ち点積み上げるにはさっきも言ってますけど、ね、間違いなく守備の向上というのは結構重要になってきます。まあ、これ失点が多いチームというのは間違いなくこれ安定したゲームを続けるのは難しいんで、このマリノスのまあ攻撃陣も破壊力ありますけど、まず守備の安定ができているんで、今後このまあシーズンのペースというかね、どんどん掴んでいって気づけばいつの間にか首位みたいなことは十分あり得るんじゃないかなと思うわけでございますけどもね。そしてまあ1ヶ月、まあ、特に序盤戦中川選手が復活しましたし、アンデルソン・ロペスのこの加入というのも相当大きい、まあ、昨日の試合もゴール決めていますしね、こう中川、アンデルソン・ロペス、そしてエーベル、水沼、この辺の攻撃陣の本当破壊力、このスピーディーな動き、これは見てて本当面白いんでね、まあ本当守備ばっかり、この今回この動画で守備のとこばっかり言ってはいるんですけど、前線は前線でまあ理不尽な選手が多い、本当相手からするとこれ理不尽だな、こんなチームやりたくねえなっちゅう、多分ディフェンダー中川のチームであると思うんですけど、それぐらいの素晴らしいチームが、今年出来上がっているんでね、本当完成度高いなって改めて、感じましたけれどもね。で、あと守備の命運握るエドワールドって書いてますけど、怪我ですかね、エドワールド怪我とか、まあ、コンディション不良とか、まあ言われていますけれども、しかしまあこのエドワールドが守備の命運を握ると思われて今いたんですけれども、しかしまあやっぱ最近のゲーム見ていると角田選手が結構安定したプレーを、ね、見せているんで、まあ、ビルドアップ能力も角田選手は大学時代相当評価されていた選手なんでね、まあ、マリノスのサッカーにバチクソ合うと思ってましたが、この、角田エドワールドこの、ね、争いというのも一つ注目ですしね、ちょっと、マリノスサイドバックのとこも相当豪華で、松原がいて、小池、ダブル小池がいてと、そして長戸がいるということで、まあ、サイドバック事情も相当に面白いチームなんで、まあ、これ守備の命運って書いてますけれどもね、まあ、エドワールドだけじゃないですよね、本当日本人選手もしっかりですけれども、本当このチーム守備の命運、まあ、十分もう命運もクソもいろんな選手が自分たちの仕事をしっかり、できているんでね、まあ、エドワールドって書いてますけれどもね、しっかりこれ、まあ、守備の命運というか、本当守備のところはしっかりやれているんで、僕はこのマイノスの堅守、まあ、本当マイノスって言ったらもともと堅守のチームのイメージは、十何年以上 J リーグ見てる側からするとですけれども、ね、まあ、伝統的に守備の堅いチームであるんですけれども、その伝統的な守備の堅さを残しつつ、しっかり今年はまあ前線には個性あふれる選手が多いんで、そこはまあ理不尽さもちょっと、気にはなるんですけれども、さあこのマイノス今後どうなるか非常に注目でございますけれどもね、はい。ということで以上になりますね。以上パルプンテ J リーグサッカーじゃサブの僕でした。よかったらサブチャンネル、メインチャンネル両方ともチャンネル登録よろしくお願いします。さら。